ただいまより開校記念公演を開始いたします。講師紹介。れい。ご着席ください。 えー、本日の講師、福田直久先生をご紹介します。先生は1962年、本県でお生まれになり、県立前橋高校を卒業後、東京大学に通いながら、1985年に前橋で 起業されました1986年、東京大学文学部を卒業され、1992年、米国ダートマス大学経営大学院を修業、1993年、アップルコンピュータ、現アップルに入社されました。日米を 行き来され、米国本社 CEO 直下でグローバル戦略、製品およびチャンネル戦略、ロジスティクス戦略等の経営全般に携わられましたアップル米国本社副社長などを経て2002年日本通信株式会社に 入社。MVNO、モバイル通信サービスの事業推進、規制緩和に取り組まれ、2015年6月、代表取締役社長に就任されました。そして、2021年4月より、公立大学法人、前橋工科大学の 議事長も務められています。私ごとで恐縮ですが、福田先生が高校三年の時、私は高校一年で同じ校舎の三階と一階で学んでいたということがわかりまして、勝手ながら非常に親近感を持たせていただきました。お話をとても楽しみにしております。 本日はデジタル化の進展が君たちに意味することという演題でご講演をいただきますそれでは福田先生どうぞよろしくお願いいたしますちょっとついたてもあるのでちょっとマスクを外させていただきます ああ皆さんこんにちは、えー。今ご紹介いただきました前橋工科大学、えー、理事長、この4月から入週に、えー、いたしました福田と申します。よろしくお願いいたします。あの今ちょっと大体ご紹介いただいたんですが、ちょっとまず最初に自己紹介をさせていただいて、そこから本題に入りたいと思いますけど。 あの私自身は、えー、吉岡町という今、まあ、隣ですねお隣のお実家は吉岡町ですしかしながら、えー、小備幼稚園に行って付属幼稚園に行って付属小学校付属中学校でその後県立の前橋高校とずっと前橋にいたもんですからあ同級生とかみんな前橋なんですねで、えー、というのも私の母の実家が若宮町にあってえー 私の母あるいはおばー6人みんなのこちらのこの学校の卒業生でございますでそういった意味で非常にご縁を感じて今日こういった式典での講演をさせていただく機会をいただきましてありがとうございますで20代の時というのは実は大学自体は前橋からずっと通学をしておりました 当時でいうとほとんどの方はもちろん下宿してるんですが、えー、自分でもビジネスもしたいと大学も行きたいとで今みたいに新幹線がなかった時代なので、えー、新米橋駅あたりから各駅停車でずっとこ,とことこと行って片道大体2時間半から3時間ぐらいかけて行って帰ってきてみたいなことをずっとやっていたのが私の大学時代です。 でえー、その時に、えー、コンピューター関連の仕事を、まあ、いろんな友達と一緒にやることになって、えー、それを実は20代は前橋をベースにしてそういうビジネスをやってたと。でなんですがあ、まあ、その後ですね自分で私その時点では例えば会計帳簿をつけるなんていうことを知らないですよね。で えー、税務署とかに調査に入られた時にもいや税あの会計帳簿出せといやだけどそんなの知らないとなぜかって言ったらだって義務教育で誰も教えてくれなかったと、まあ、商業高校に行ってたらまた別かもしれないですけどあの少なくとも義務教育でそんな家庭ないですよねだからそんなの分かるわけないでしょうと言って、まあ、今は私経営者でもあるので、えー、経営ということについていろんなことを知らないといけないんですが当時何も知らないんですよね でもう一度勉強しようと思って27歳28歳になる時ですかねにアメリカのビジネススクールという大学院なんですが経営というものを勉強するというところに行って2年間過ごしたというのが20代です。ですから基本的には大学を行きながら前橋でビジネスをやってその後に20代の最後の時に経営の大学院に行ってきたという経歴です。 その後30代はほぼ一貫して約10年、えー、アップルという会社で働いてで最初は日本の法人に入ったんですがあその後ちょうど私の10年を見るとちょうど真ん中で区切ることができまして、えー、そのちょうど真ん中の時にスティーブ・ジョブズがアップルに戻ってきたんですねで戻ってきた時から、えー、もうほぼ入って数ヶ月ぐらいでしょうか あの直接私の上司がスティーブ・ジョブスになって、えー、私はアメリカに渡ることになって、えー、それで5年間もうみっちりと一緒にいろんな立て直しをやってったというものですで、まあ、そんなことを30代ではやってでなんですが、えー、2001年のセプテンバーイレブンあのアメリカの映像覚えてると思いますけど覚えてるで見たことあると思うんですけどあの飛行機はずっと、まあ、いわゆるテロですね あれが起きて私はその時にアップルで西海岸のサンフランシスコの南の方に住んでたんですが、えー、その時にそもそも今アメリカの会社でアメリカのために仕事してていいんだろうかという疑問を思い始めてで生活としては非常に快適だったんですね。そのののの当時ででううとアップで上のトッププル上ト数人のうちの一人ち えーまあ、大体自分がやりたいことはやらせてもらえるという環境でもあったし、えー、非常に快適な環境ではあったと。なんだけど私その時点で39歳なんですよね。であと5年ぐらいしてたら多分45ぐらいでアメリカだと引退する人いっぱいいるので、えー、引退してたかもしれないとただやっぱり僕はまだ30代だともう一つやるぞと思って、えー、その次に選んだのが。 携帯関係、モバイルの産業をどうにか変えてやるぞという意気込みで日本に戻ってきて、まあ、今いる日本通信という会社に入って規制会話をずっとこう規制改革をやってきましたという状況です。で、まあ、ある意味では、まあ、日本通信ってそんなに大きい小さな会社なんですがあの東,京東京証券取引所の一部上場企業であるので、まあ、そ,れそのように忙しいんですよね。で忙しいんですが、 工、まあ、科大学の理事長も引き受けろということを、まあ、市長からも強く言われまたいろんな方々から強く言われて、えーまあ、どこまでできるか分かんないけどじゃあやりましょうということで実はこの4月に就任をしたというところですそれで、えー、今日この機会を頂い,いて皆さんにどんな話をしたらいいのかなというふうにいろいろ考えましたでその時に私自身が歩んできた道というのは 一言で言うと、デジタル化を進めることだったんですね。まだ私が大学の頃っていうのは、パーソナルコンピューター、パソコンというのがやっと。えー、やっと数十万、七十万円とか。まだ高かったですけど、あの無理したら、買えるぐらいの、そういう時代だったです。ですから、まだまだそのパソコンを使うっていう人っていうのは、私の世代で言うと、実は少なかった。 でその時代からずっと一貫してコンピューター関係で通信関係ということでデジタル化ということをずっとやってきてるんですね。で特に私のように、えー、まあまだ現役で少しやっていかないといけないという立場ではあるものの、えー、少なくとも皆さんはこれからの人生を歩んでいく上で デジタル化がとてつもなくこう進展した時代を過ごしていくんですよね。となるとデジタル化というのが皆さんにとってどういう意味を持つんだろうとそれを私の自分なりのこれはデジタル化が意味するものって人によってすごく言うこと違うと思います。今日私が話すのは私が考えている。 ことなので、えー、ワンノブ何千もあるような考え方のうちの一つです。ただ、まあ一つそういうことも参考になるかなということで、えー、お話をさせていただければと思います。で、実はこれ、あの今前橋市でスーパーシティという取り組みをしてます。この左側に2016年 に前橋市のビビジジョョンンととして芽吹くというビジョンができました今デジタル化が進むと将来未来の都市どうなるのデジタル化が進んだ社会どうなるのということを丸ごと未来都市を作るというプロジェクトこれが国として手を挙げたところから選定するから手を挙げなさいということでこの間4月14日だったですかね。 に全国から31の都市が私たちやりますというふうに手を挙げましたその31のうちの一つが前橋なんですで、その前橋の申請に当たっては私もアーキテクトという一つの役割の中でこのプロジェクトを進みようとしていますここに芽吹くということを中心にしてこのちょっとも見づらいと思いますけど 右下のところにあるのが前橋の市街地エリア。まあ、この辺まで含めて、ここから駅あの、あの辺のところまでの市街地のエリア。それからもう一つは敷島公園、前橋公園というような公園のエリア。で、もう一つはその赤木、お沼、赤木の方のエリア。まあ、この3点のところをしっかりと結ぶ形で、えー、前橋芽吹くグラウンド。グラウンドを作りましょうと。この中でいろんなことを芽吹くようにしましょうと。 で一言で言うと学育の町にしようということとなんです学育というのは学ぶという字に育つ一生涯学んで育っていこうと学んで育つっていうのは学生だけの特権ではなくて私のようなものでも日々いろんなことを学んでますそれはもう一生いろんなことを学び続けるんですよね で学生の間というのはもっぱらその学ぶということが中心になっていると思いますけどやはり社会人になってあるいは家庭に入っていろんなことをやりながらでもやっぱり自分たちが学んで育っていけるようにしましょうというコンセプトで、えー、これを提案しています。 都市の中にはいるというのは皆さんに言われます。相当有力な候補に実は言われてます。ただ最終的に選ばれるかどうか、これはもうわかんないです。わからないので、えー、どうにかしたいと思ってるんですが、まあ、そんな取り組みをしているということです。で、えーまあ、そんなところを取り組みしながら、ちょっと本題の方に入っていきたいと思いますけど、このスライドは何かというと、 1992年、アップルとハーバード大学が共同研究した資料です。あの、英語でしか書いてないんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですが、縦軸に何が書いてあるかというと、下にプロダクツ、製品ですね。上にサービス。例えば、冷蔵庫みたいなものは製品ですよね。通信サービスはサービス。 だからそういった意味ではその下にプロダクト、上にサービス。横軸は左側がコンテナーとかミディア。ム。例えばテレビという機械、テレビというのは枠ですよね。その中にテレビ番組が入ってくる。右側がコンテンツなんです。まあ、こういう部分なんですけれども、まあそれはあのあんまりどうでもいいんですが、その中で見るとこの中にえー左側の黄色いところから見ますとオフィスエクイップメントと。 これはコピー機だとかそういう応援機器って言ってるものです。その隣に緑の下にぐーっとこう横になってるのがコンスーマーエレクトロニクス。これがいわゆる家電製品。で、その上のオレンジに縦になってるのがテレコム。これ通信。ブルーのやつがコンピューター。まあこれコンピューターですね。それからその上に面白いのがケーブルデータハイウェイズ。今のインターネットのことです。 1992年なんでインターネットという言葉自体なかった時代なんですで。なのでケーブルとかデータのハイウェイ、データが早く通信できますよっていうその世界。で、一番上がディストリビューション。これはあの物流の世界、サガー急便ですとか、あるいはアマゾンとか、そういうものです。で、右上の水色がインフォベンダーズ。これがあのコンテンツプロバイダー。 皆さんも多分スマホとかなんかでいろんなこうコンテンツを見たりすると思うんですね。そのコンテンツを提供する人。で、一番右の緑色のところがエンターテイメントメディアパブリッシング。これがエンターメテイメントの業界、音楽業界とか、あという業界です。で、まあ、いわゆる産業がこういうふうに分かれてますよっていうのをただ言ってるだけなんですね。ところが、デジタル化が進むと何が起きるかと。 その時に研究したのがこれなんですね。デジタル化が進む前に業界が分かれてる。ところがデジタル化が進むとこの業界と業界の間に接点ができてくる。でデジタル化が進むと何が起きるかというと業界の融合産業融合。 業界の融合が起きてきてますすよよとということなんですよねで例えばアップルで私が作った製品なんかを一,一部言うとこういう感じなんです。あの左上にあるのが NTT とアップルの NTT のロゴとアップルロゴが一緒になっている製品があったんですけどこれがあの初めてビデオ会議のシステムだったんですね。 今皆さん普通にオンライン会議とかで使ってると思いますけどその第一の原型は実は NTT と Apple が作ったものです。とか iMacDV というあのビデオ編集ができる iMac、まあ、これを作ったりとかあと下の右側の iPod これ iBot は僕とスティーブとで東京に来た時に議論してギャローと言って作ったのが iPod なんです。それから iPhone でここ見ていただくと分かるんですけどコンピューターの真ん中じゃないんですよね。 コンピューターというところの一番端っこの部分テレコムとコンピューターの接点のところに NTT のというのがありますしコンピューターと家電の接点のところに iMac の DV というビデオ編集ができるものがありますというようなものなんですでこういったところを実は戦略としてみるとコンピューター業界からすると他の業界と接点になるところに製品を作っていくというのが実はアップルの 戦略なんです例えばアップル TV という製品もありますあれなんかはもうアップルが明確にテレビを乗っ取ろうとしている戦略なんです iPhone はアップルが携帯電話を乗っ取る戦略業界をもともとの分野ごとに分かれてた時に比べるとデジタル化が進んだら業界が融合してきますよと。 垣根がなくなくりますよとじゃあ垣根がなくなったときに隣のうちとの境界線がなくなってくるわけですね私のうちはここまでですと隣のうちはそこから向こうですというのがはっきりあったのがその線が曖昧になってきたとじゃあ曖昧になってきたらそこを取りに行くぞというのが実は、えー、アップルなりこれグーグルもソニーも大体いい IT 関係の会社の全ての戦略はそこになっています。 なのでそういったところに製品を出していくということなんです。でこれは実は従来の産業区分自動車産業とか家電だとか農業だとか工業林業いろんな業界がありますよね。その区分が意味をなくすということなんです。私が20代30代の時 まあ今もあの校長先生とはあ同じ時に、えー、同じ校舎にいたあほぼ同世代というふうに <laughs> 言ってもいいと思うんですけど、えー、という人たちが社会人になった時で言うと、まだ先ほどの例で言えば業界が明確に分かれてたんです。ところがもうもはや業界が意味をなくしてきている。で、皆さんがこれから さらに進学したりあるいはその後に社会人になっていく時代を考えると産業区分って全く意味もなさなくなります。で例えば自動車産業一つだけ例に問いたいと思いますけど自動車産業って何が大変かと,とエンジンを作んなきゃいけない。 らしいです自分で作ったことないかららしいとしか言えのがないですけどトヨタって今でこそ世界で最も生産台数の多い自動車メーカーですがトヨタ自動車って私が初めて免許取って車買った時代には実は高性能なトヨ,タトヨタの車のエンジン開けるとヤマハのエンジンが積んでありましたヤマハはエンジン作れたんですあのオートバイ作ってたから。 で、そのエンジンを使ってトヨタは車を作ってた時代があります。今は自分で作ってますけど、昔はトヨタという車自体、メーカー自体、エンジン作れてないんですよね。で、そういうようなところがエンジンの製造は難しいと。従って世界で見ても日本で見ても、本当に数少ないメーカーしか存在しないんですよね。日本なんかはまだ多い方です。こんなにいっぱいあるから。 世界で見てもそんなに自動車のメーカー数実はなかったと。ところがもう電気自動車が走り始めてもう随分経ってきて今政府も一生懸命電気自動車を後押しするぞという方向に今舵を取っています。CO2 を削減しないといけないそのためにはやっぱり車をガソリン使わないようにしないといかんと。で、そうなると実はエンジン作らなくてよくなるんですよね。エンジンがいらないと。 そうするとエンジン作るのが難しかったんだけどエンジン作んなくてよくなっちゃったモーターでいいわけですよねでこのことってこの変化ってとてつもない変化でどん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 新しい自動車メーカーができてきてますこの左上にテスラこれはもう時価総額という会社の価値でいうと世界最大の自動車メーカー今テスラです生産台数で言えばトヨタがトップ ところが会社の価値。会社の価値っていうのは今後この会社が一番伸びるだろうと言われている会社はテスラになってしまっている。100%自動車を作デッキ自動車を作っている会社です。で、この中でいうと例えば真ん中にソニーってありますけど、ソニーもこういう車を作って発売するかどうかはまだわかりません。ただもう車は作ってると。アップルも作ってるでしょう。今まで自動車に関係なかった業界が 自動車作ってきてるんですよね。で、この中に一番右上、ASF っていうのがあって、これちょっと見づらい例ですけど、あの、佐川急便のこういう配達をするトラック、ちっちゃな、あの、ちっちゃなトラックみたいなやつですね。で、これは、ついこの間です先。先々月ぐらいかな、発表になったものですけども、佐川急便が7200台電気自動車を使えますと。で、この ASF っていうメーカーは、 この写真でいうと右側の人なんですけどこ前橋の人です飯塚さんという人が実はこの会社作ってベンチャー企業としてやってます前橋の,あのすぐそこそ,その辺に住んでる方なんですけどが自分でベンチャー企業を立ち上げて7200台今佐川急便に、えー、納め始めたところなんですで電気同士は作っていると今までだと何千億円投資をして工場を作って 開発投資を何千億してやっと車ができたんです。ところが今ベンチャー企業、前橋の方がベンチャー企業を立ち上げて自動車できるようになっちゃったんです。もう産業という考え方がもう全然根底から狂ってくると。で、そうすると今のその自動車の延長の話をしていくと、これまでの延長線じゃないですよってことなの。例えばどういうことかと。 今ガソリンスタンドっていっぱいありますよね。なんでガソリンスタンドあるかと言ったら、車をエンジン動かすのにガソリンとか軽油を入れないといけないからガソリンスタンドがありますとだけど電気自動車ばっかりになっちゃったらガソリンスタンドってどうなるんでしょういつかきっとガソリンスタンドっていうのはもうなくなる時期っていうのは皆さんの世代では必ず起きます。 僕がまだ車運転する時代になくなるとは僕は思ってないんですけど皆さんの時代には必ず起きますでもガソリンスタンドって例えば自分なんかで言えばガソリンスタンド行きましたまあ1分2分3分ぐらいですよねあのガソリン入れるとで払うお金が7,000円です8,000円ですというような金額です23分来て8,000円払ってくれるお客さんですよね ところが、電気になると、充電する時間もっとかかります。30分かかります。で、電気代はって言ったら1500円です。と言ったら、ガソリンスタンド渋滞になっちゃうから、従来のガソリンスタンドの感覚では、電気自動車の充電できないですよね。これどうすんのあの、まだ答え誰も持ってないです。誰も持ってない。で、こういうこと。あるいは、 今どんどんん自動運転というのが普及していってっます。アメリカのテスラなんかでいうとアメリカのテスラ自体はアメリカ国内ではまだベータ版ですけどもうほとんどあの出発点から目的地まで1回押したら僕もトライしたことありますけどまあほとんど手をほとんどというか怖くて手を触れたことありますけどなくても行ってしまいます。まだ正式リリースになってないですけど、えー、ベータ版という形ではもう自動運転ができている。 でこういうのが自動運転が起きてくると将来どうなるだろうと。例えば鉄道電車ってどうなるのとなんで鉄道の橋になるかというと例えば私が東京の家まで帰りますというふうにしようとしたときに電車を乗って新幹線乗っていごいてましたとところが車に乗って東京の自宅に帰るって指示をしたら勝手に乗せてくれると 目的地から出発点から目的地まで車が勝手に運んでくれると言ったら特に鉄道に乗る必要ないこうないいっちゃいますよねだから鉄道ってどうなるんだろうと自動運転進むとバスとかタクシーってどうなるのと,というような新しい課題が次次から次に生まれるんですこれまでの延長ではないということ。 これは何を意味するかというと常識とか経験と言ってるるものがが価値が変わるんです今までの常識例えば自動車業界の常識で言えばこうですねお客さんがディーラーに来て販売してガソリンスタンドでガソリン入れて何年かに1回車検制度があってみたいなそういう常識というのがそのままでは通用しなくなる。 これまで経験していることが、そのままでは通用しなくなる。生かせなくなる。こう間違えないでいただきたいのは、常識とか経験の価値がなくなるって言ってるつもりは僕はないんです。そのままでは通用しませんよっていうことなの。なぜかと言ったら、デジタル化が進むと産業区分なくなる、今までの世の中と変わってしまう。今まで得た経験、今は常識だと思っていることが常識じゃなくなっちゃうんですよね。 でこの変化が皆さんの世代だと必ず起きるということでそれが結構近い将来起きてくると思います今今から5年とか今からら年年とととの変変化化はとてつもない変化になると思いいにる思ますでしたがって皆さんが社会に出ていって活躍し始める前にはこういう時代が来るということそれも必ず来ます じゃあそういう時代に向けて僕からしたときに皆さんにこういうことを重視したらいいですよというふうにまあアドバイスというか助言というか経験からお話をさせていただくならば知識というものの大切さ知識というと 何年に歴史で言えば何年に何が起きてましたみたいなそれを知識と思いがちですけどそういう知識ではなくてなぜなのかということを理解した知識なぜそうなってるのと表面的なことを丸暗記するんではなくてなぜそうなってるのかということも知識これをとにかく身につけないといけない知識というのを、えーまあ、英語で言うとノレッジだと思いますを 辞書で引くとこういう形り方になっています。ある主題についての理論的または実用的な理解というふうに書いてあります。つまり理論的なということは理論的な理解してないと知識じゃないんですよね。で理論的なというのはなぜなぜを理解しているということなんです。あるいは使うことができる実用的な理解使えるということなんです。 これをたたたくさん身につけていいだきたいでその知識をどうやって身につけていくかというのが私は学校だと思っています。学校というのは小学校中学校高校大学大学院ずっと全ての大学あるいは学校を含めてその知識をどうやって身につけるのということを習得するトレーニングをするこれが基本的には学校なんだろうというふうに私はそういうふうに理解しています。 こあの先生方がたくさんいらっしゃる中で、えー、教育に関しては私素人がございますのであの違うというご意見あるかもしれませんただ私はそう思っているということなんです。でなんですけど知識の学び方を身につけ方は学校でいろいろな教育いろいろな学校授業を通して身につけさせてもらえるけれども一番重要なのは身につけるのは自分なんです。 自分以外の人が身につけたものは知識じゃないですよね。自分が身につけなきゃいけない。で、自分が身につけるというふうにしたときに、これあの、僕好きなんですけど、M&M っていうチョコレートね、<laughs> 食べたことあると思いますけど、あの、イメージで言うとこんな感じなんですよね。つまり、一つ一つの知識、いろんな知識というのを M&M のチョコレートだと思えば、この左側のように自分の中にたくさん蓄えていくことです。それがたくさん備わっている人と、 そうでははななない人の差差すすごく大きな差になりますただ僕その知識って言っているのはいや国語算数理解社会う々ぬんというそういう学校のやってる知識これも知識を身につけるための教育としてそれをしっかり身につけなきゃいけないという面もありますけど皆さんが自分で普段からあこれ面白いなこれ楽しそうだなと思うもの そそういううい知識もみんなそうです。例えば昨年の僕1月だったと思うんですけどねあのコロナの話を香港の友人から初めて聞きました1月に去年の1月1日だったかなそれでそそこから一生懸命勉強したんでですよね。それでコロナってこれ数年4年か5年かかるなっていうふうに僕の感覚で言うとその時に一生懸命勉強した知識からすると簡単には治らないと。 というふうに思いました。で、なので、えーまあ、日本通信で私が社長やってる会社でいうと、えー、昨年の2月の初めから在宅勤務にしました。政府がやったのも4月ぐらいです。だけど、それは会社として自分たちの社員を守る、社員が守れないとお客さん守れないんですよね。で、そのためには、私はもちろん医学の知識とか全くないです。だけど、コロナのウイルスってどういうものなのか、 なぜそれが病気を起こすのかという仕組みについては相当いろんな論文なりいろいろ読むと一応吸収できるんですよねある程度でそれをやった結果これ大変なことになると思っていち早く在宅勤務に変えました。でそれは僕の仕事としてやってる知識ただそれもここでいうあの黄色い M&M のチョコレートその一つの知識なんですコロナに対しての知識。あるいは僕 移動することにすごい興味持ってるんですよね。移動することっていうのは、人類の歴史考えたら、歩ける範囲でしか移動,移動できなかった時間が圧倒的に長いですよね。車もないし、えー、せいぜい船で、そういうふうに考えてったら、実は船って重要だなと思って、5、6年前なんですけど、一生懸命船の勉強して、あの、免許取って、船を操縦するっていうのをやってみたんです、自分で。で、なんでそう思ったかというと、 人類の歴史でいうと実は船が輸送手段の中心だった時代が長いんですよねギリシャローマ時代の戦いだって船で戦ってるわけですよあるいはその前橋の利根川がずっと大きかった時に前橋まで船がずっと東京から上がってこられてたとそういうようなことを考えていくとあ実は船のこと知らないなと思って船一生懸命勉強しましたで勉強するとやっぱりいろいろ面白いものがいっぱいあるんですよね でそういったものをああいう一つあの緑色のものが僕にとっては船の知識かなとあるいは靴靴に対しても興味あるしでそういう皆さんが自分で好きなこと面白いと思うこと趣味の世界何でもいいんですよねあるいは運動スポーツやられてるその世界でもいいと思いますそこにこうバドミントン部とかあのバレーボール部と書いてありますけどいやバレーボールってどうやってああいう形で起きたのとか なんでバレーボール6人とか球人制とかなんで6人なのと <laughs> 絶対理由あるはずなんですよどっかに <laughs> だからそういったものを探究するとで今インターネットがあるので必ず正しい情報にたどり着けるかどうかはもちろんわからないですインターネットってだけれども自分が興味を持ったことを深掘りしていく 換気をし続けるということはインターネットができたことによってすごく楽にできるようになってるはずですなのでそれをとにかく徹底してやっていく必要があるとで、とにかく目の前にあることに対してなんでなのとなぜなんだろうとやっぱり思うことですよねで、その中で僕は非常に危惧をしていることがあって知識を身につけるっていうのは物事でいうと分解をする要するに仕組みがわかる 例えばさっき車のエンジンの話をしましたけどエンジンというのはどうしてエンジンって動くんだろうと僕なんかの世代で言うとあの技術家庭科とかっていうのがあってそこでエンジンの仕組みというのは勉強しましたあの改造したりとかなんかこう改造じゃないなこう分解したりしてやりましたあるいはこれルネサンスの時期ですけどだと言われてますけどそれまでは人間の体人間が死んだ時に体を切り刻むなんてことは まあ多分宗教的にタブーだったと思うんですところがルネサンスの時期にいろんな人たちが人間ってどうなってるんだろうと思って解剖を始めたとそれがもともとの今の西洋医学のスタートですよね人間ってどういう仕組みになってるのとそれを解剖という形でやってったとでそれがあるから今の医学があるわけですよねそれって全て分解してるんですよ分解してってる世の中の仕組みってどうなってるの この機械はどうなってるのと今このマイクがあります。このマイクで話したことがどこかスピーカーから音が出てます。これを全部説明できる方ってすごく少ないですよ。なんでそもそも私の声の何倍の大きさで音が出せるのスピーカーってなんでそんな大きい音出せるのみたいなこともなぜって考え始めるといろんな仕組みがあるんですよね。その仕組みを分解していくということ。 でこの分解する力は私の世代よりも皆さんの世代は基本的に弱いと思ってください。なぜかというと私の世代校長先生とか私の世代の子供の頃で言えば自転車を壊したらバイクを壊したらなんか校長先生があの隠れあのバイク乗ってたとかっていう話をさっき言いましたけどもあのバイクを壊したらどうなるかとかって壊せば壊せたんです。 ところが最近の機器、今このマイクもそうだし、ここに今あのカメラを、ビデオカメラを撮られています。ビデオカメラも昔だったらテープに録画していたので、あ、テープにこう書,き書いてるんだなというイメージできたんです。ところが、今やテープなんて使ってないから、映像をどうやって記録に残してるのっていうのはブラックボックスになっちゃってる。機械というものを壊すということができなくなった時代なんです。 なぜかっていったらそこのブラックボックスになってて部品が従っ,っ,いいって分解力というのは皆さんの世代はこれはデジタル化が進んだことによる一つのディメリットとして分解力は一般的に弱くなっています。ただその分解力をその分インターネットを使うことによってこの仕組みはどうなっているのっていうのを調べることはやりやすくなっている。 それが意味することはこの分解力知識を身につけることをやっていく人とやって,やっていかない人の差が極端に出てくるということなんですある意味ですごく恐ろしいことですけどそれは必ず意識をしていただきたいとでもう一つは実はその知識を生かすというのは想像力の世界だと思いますで僕は 想像力っていうと多くの方が絵を描いたりとかアート作品を作るみたいなそういう想像力思いがちなんですけど例えば法律家弁護士の方とかあるいはあ政府で役人になって法律を作る方この人たちって想像力がすごく必要なんですよね。例えば人の,ものを盗んだら お前さんに逮捕されて裁判とかで有罪判決を出されます人を傷つければそれはそれで訴えられて同じことが起きます実はその刑法という法律がありますこういうことをやると犯罪ですよというのがずっと書いてある法律がありますあれってとてつもない想像力の産物ですよねだって世の中でこれはやっちゃいけない悪いと思うことを全部書いてあるわけですから だから実は法律家というなんとなく多分イメ皆さんの頭のイメージで言うと法律というのと想像力って多分こう頭の中でこう全然離れてるんじゃないかなと思うんですけど実は法律というのもすごく想像力を生かす世界です。で僕はその想像力を多分皆さんの世代あるいはあの大きくなってもそうなんですけどあの 自分の会社で毎年10人ぐらいが新卒で会社に入ってきます。でその人たちとこういろんな話をしていって「あこの人想像力ないな」と思った時にほぼ確実に聞いてだいたい8割ぐらい合ってるというのは小説を読んできてるかきてないかの違いです。小説を読んでる人は想像力基本的にある人が強多いと思います。なぜかって言ったら小説って ある情景を書いてあるんですよね。そうするとその書いてあることを頭の中で映像化してるんです。なんとなく。例えば丘の上から犬がこう歩いてきて何とかみたいな。その時にそれは一人一人思い浮かべる丘って違うと思いますよ。あるいは川で子供たちが魚を釣って遊んでるって言った時にトンネが思い浮かべる人もいるだろうし。 広瀬が覚え、ま、か,か分かんないけど、人によって違いますよね。でもそれは言葉からその映像を自分が作ってるんです。なので小説をたくさん読んでる人、これは私の経験的なものですけど、小説をたくさん読んでる人は基本的に想像力あります。なので、えー、私なんかの世界で言えば、やっぱりそういう人たちに対してはクリエイティブな仕事をしてもらうとすごく力を発揮する。 結構すごく頭はいいんだけど賢いししかも成績も優秀なんだけどそのいわゆる参考書的なものあるいはノウハウ的なものが書いている本をたくさん読んできている人もいるんです。でも小説はほとんど読んでないと。小説最後にいつ読んだの記憶がないと。これはもう大学から社会人になった人ね。小説を最後に読んだのいつかわからないという人実は多いです。 でもそういう人に一番問題なのはやっぱり想像力にかける。なのでこの2つのこと僕は個性というのは個性の定義っていろいろありますけどもやはり力としてみると分解力と想像力この2つの掛け合わせというのが実は個性の中心的なものなんじゃないかというふうに考えてます。で分解するっていうことは例えばこう時計があります。 この時計を分解すると言ったら部品にこう分かれていくわけですよね。で、それと今度は組み立てていく。組み立てていくときに、私の時計で言うと白い文字盤ですけど、これを黒い文字盤にしたら違うものできるんですよね。それが想像力です。そういった意味で、この分解力と想像力を掛け合わせたものが、個性に近いんではないかなと。で、デジタル化が進むというのは、 今までデジタル化が進む前は一直線の社会なんですこれは私あるいは私の子供の頃あるいはその父親の世代になると例えば日本で言えばものをとにかくたくさん他者よりもたくさん作れば作った方が売れるたくさんいろんなものを買った人が豊かな人もう非常に結構単純明快でしたそういう社会ですところが デジタル化が進んだ後の社会は実はこの右側の要はどっちに行くかよくわかんないですよどっち向いてるかわからない方向性になってるですよね。で皆さんは確実に私の世代で言えば途中まで左側の直線的なところから右に移り始めたぐらいの時にずっと人生を過ごしてきてる世代です。で 若い先生方とかあるいは皆さん方で言うと確実にほぼ右だと思ってください皆さんはもう間違いなく右側ですでこれを例えて言うとこういう違いなんですよね例えばこれタンカータンカーを、えー、例えば東京からあタンカーだからあれだなサウジアラビアからあ日本に石油を持ってくるタンカーに輸送しますとこれであればもういろんな計画を立てられるんですよね ど,どちらの方角にどのスピードで走り続けてでこれを2日走り続けたらそこから角度を変えてこっちに行ってでそこに対しては台風が来る予想されるから進路を変えてこちらから来るという計画をして計画通り実行するということが必要だったんですだから極めて計画を立てる実行するその結果からまた次の計画を立てる まあよくプランドゥーシーとかって言い方しますけど、そういうサイクルで回ってました。でも今やプランドゥーシーって、例えば今、プランドゥーシーをやってる会社ってもうほとんど死んでますよ。計画立てないです。なんで計画立てないかっていうと、激流下りと同じなんです。プランをしてとかっていう,もう、もうもう、その瞬間的に対応しないといけないと。激流ずっと下っていくことで考えたら、 一番最初にやんないといけないことは転覆したときにどうするかいかにして転覆しないようにするかというのがまずとにかく生き残るための絶対必要な条件でですすよよねねゲームが違うんですよ、ね、だからこのデジタル化の進展が意味することは実はこういう直線的な社会から まあ瞑想というか何というかこうぐる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 壊れしてるという世界になってるっていうことなんですよ,よくテレビとか新聞とかでいろんな経済学者が日本は景気がなかなか回復しない回復しない回復しないってずーっともう何十年も言い続けてます僕は回復っていうのは存在しないと思います回復っていうのはこういう直線になってるものが直線が平らになったからまたいつ直線になるのっていうことを待ってるのが 回復しないといとう言葉ですだけどもうそれはすべていろんなところをずっと突き止めていくと実はデジタル化によって常識が通用しない今までの、えーまあ、知識なりそういったいろんな教、まあ、その自分が身につけてきた経験あるいは常識がそのままでは通用しない社会になってますよこういう時代になってきますよと。 でそこで僕はとにかくお願いをしたいのは自分が物事これは物事は学校の学問だけではなくて普段からあの例えば僕はあの最近凝ってるのが漬物を作るっていうのを凝ってましてそういうじゃあ漬物ってどういう菌でどういうことをやったらどうなるんだろうと一生懸命探索してるんですよねで。そういう日常にいっぱいあるんですそういうことが。 漬物専門のおばあさんに聞いてだけどおばあさん解説してくれないですよねこうやればできるんだよなんでそれがいいのか悪いのかって言ってくれなかったです今だったらインターネットで調べるとあこの金を使うとこう,なこういうものができてとかこの酸っぱいのが嫌いだったらこの金をもうちょっとこっちの金使った方がいいとか出てくるんですよねだからそういったことによって漬物を一つ作るにしても科学ができる仕組みが分かるだからそういったことを徹底してやることそういうことによってこのことによって 体いっぱいに M&M のチョコレートのように自分がなぜというのを理解した知識を身につけるということそしてもう一つはできる限り小説を読むこれが多くの方は YouTube を見ちゃうんですよね YouTube 見てると目から入ってくる映像から入ってるからその中で自分で描,き描かないでしょ映画やテレビのドラマ見てて自分で違う場面を想像できる人いないですよね ところが文字を読んでたら想像しないとなんですしてるんですよ勝手にそれがまさに普段自分が絵を頭の中に描いてるっていう想像力を一番鍛えてる方法というのは僕はこういうことだと思いますでこの両方のところがデジタル化が進んだ今の世代の方は基本的に弱いと思ってくださいまず自分たちは弱いと思ってくださいこれもう環境の問題でしょうがないだからその分自分で そこに意識をして強化をするという取り組みをしないと、こういった身につかない。それが身につかないと自分の個性ができてこないです。どんな個性でもいいから個性を持っている人は絶対強いです。これは僕採用する側の立場としてとてつもない個性を持った人、本当に来るんですよね。だけどやっぱり個性は魅力なんですよね。この人このうちの会社に合わないよな。 合わないけどでも魅力だよなって言ってやっぱり採用した人いっぱいいますでもやっぱりそういうお友達とか見ててもやっぱりあの人はこうだよねっていう個性を持ってる人はいろんな人から見たときに魅力的もちろん自分に合わない個性もあります個性だからだけどやはり個性がないのに比べたらやっぱり個性を築く必要があるそれがデジタル化によって実は難しくなってますよということを踏まえた上で えー、皆さんがこれからあまあ高校の高校でのあ生活ただ学校だけが身につける場所ではないので家にいたり友達といたりいろんなことの中で、えー、そういったことをやってってもらえたらあすごくいいんではないかなというふうに、えー、思います、えー、私の方でご用意したお話は大体以上なんですがあの,ぜひあのちょっと時間があれかもしれないですけどあのご質問があれば。 どんなご質問ででもおお受けしししたいいいと思まますすのでよろく願先生からもお話しいただきましたので、ぜひ生徒からは質問をこの機会に投げかけていただきたいと思います。直接、このような機会にお話をいただけることなかなかありませんので、ぜひ率先して質問をしてください。え質問のある生徒は挙手をお願いします。 今マイクを持っていきますので少しお待ちください23質問を投げかけ得られる時間を設けますので生徒はぜひ積極的に質問をしてくださいえ自分の名前を名乗って質問をしてくださいお願いしますえっと6組の石原ですえっと自動化がどんどん進んでいくことで失業者っていうのが増えていくと思うんですけどそれでも 失業者が増えないえっと人の手の方が良いそういったものってありますかあの自動化がいろいろ進むことによってその自動化を作り出す人が必要なんですよね先ほどの例えばテスラという車メーカーが自動運転をどんどんやってますそこに対してはとてつもない数の研究開発者が研究に当たっている今までの 工場で機械を作らなきゃいけないエンジンを作らなきゃいけないということによってすごい人数の人が働いてましたとその人たちの仕事はなくなる方向になりますただし違うものが生まれてくるということなんですでその時にすごく大切なのは世の中変わっていくので自分自体が変わらないとダメなんですよね。昔だったら例えば自動車産業トヨタに就職しましたあるいはトヨタの販売店に就職しましたと 言ったらほぼ一生涯車のな少し形とか値段変わりますけどずっと売ってそれでいわゆる定年退職を迎えてということができたんですこれからのの時代もうそうそいいうができなくなくると思います最初はこういうことやってたけどもあだんだん世の中また変わってくるから先ほどのこの部分ですよね変わってくるから次に変わるところに向けて自分が学んで育って自分の働き方を変えなきゃいけないと。 というふうになってくると思います。で、それ全体で見ると、実はあ、必要な雇用者数って、例えばエンジンを作るところで言うと、日本で言うと80万人雇用がなくなると言われてます。一方で自動運転とか何かやっていくときに、150万人技術者が足んないと言われてます。だから、トータル全数字で言うと、実は足んないんですよ、ね。日本は。なので、じゃあその人たちが同じことをやり続けていいのかどうか。で、それは今も、 50代になってとかの方々はまだ定年退職するまでは同じ仕事あると思うんで問題ないんですけど今20代の方が皆さんの先輩がそこで働いてるとすると確実に変わってしまうのでその人たちも今は就職はここでしたけれども例えばガソリンスタンドで就職しましたガソリンスタンドなくなりますよね。となると違う方向に自分のスキルを変えて そちらで生きていける活躍できるようにしないとその人は取り残されてしまうということになりますありがとうございますさあどんどんいきましょう他に質問がある方はい先生え、三年六日の若林です 先ほどの講話ではデジタル化が進展する社会を生きる我々には目の前にある事象に対して常に疑問を持ち知識,を身につ知識や分解力を身につけ個性を生み出すことが必要であるとおっしゃっていましたが実際に福田さんは移り変わる社会に対応するために一体どのようなことに意識してどのようなことを取り組んで知識を身につけていましたか。 あの実はこのやっぱり実はこれが実は必要何かというと何がどこに役に立つかがわからないんですよねこれからの変化が予想できるのであれば変化が予想できるんだったらその予想した変化地点に必要なことを勉強すればいいんですところがさっきちょっとお話したようにこの 激流下りになっていると。激流下りになった時その時に役に立つ知識がどうかって分かんないです。何が役に立つか。でそうなると実はできるだけ幅広くいろいろなことを知識として持ってる人は強いんですよね。で私なんかは多分そ,のそっち側の方の典型だと思います。興味がいろいろなものに興味あるんですよね。さっきちょっといくつかやりましたけど僕言っていくともうあの。 あの本当になんでそんなどうでもいいことよく知ってんのみたいなこともいっぱい知ってますでそれはいろんなものが興味,興味が湧いてその興味湧くと色々こうやってるからなんですただ結果としてみるとそういうのがみんな生きてるんですよねそれがなぜ生きてるかって言ったらそれが私の個性であり私が何かの問題に対処したときにああの知識あのあの仕組みを活かしたらできるんじゃないかというふうに想像力が働いて解決できるからなんです。 あの工具ってありますよねあのドライプラスドライバーとかマイナスドライバーとかノコギリとかいろんな道具がありますあれ僕山小屋にすごくいろいろな道具を揃えてるんですよねで一回も使ったことない道具もあるんですだけどあ水道管が破裂したじゃあこれどうやって止めようっていった時にその道具とかいろいろあると実はどうにかこうにか応急処置はできるんですよねでそれがいやプラスドライバーとノコギリしかありませんと。 言っったたら対応力はなないいんです。いざとにに役に立つ。それってまあいわゆるあのよくあのスイスアーミーナイフとかこうあのいっぱい刃とかいろんなものがこうついてるあのナイフがありますよねこういうあのスイスアーミーとかって言ってるやつあれと同じようなものに自分がならないといけない急流下りで激流下りをやろうと思ったら 本当にいろいろなことを知っていろいろなものが活かせる状態にするということしかないと思っているのででそこについてあまり方向性を考えない方が僕は結果としては正解だと思います。漬物にとい,ってっていうことが実はあ,のあるところですごい役に立って漬物の勉強を随分やってたら実はコロナについてすごく関連しているということよく分かったんですよね。 コロナのことを理解するのに漬物の作り方がすごく参考になってます。で、それは何でとかと思うんですけど、全然僕は意図はしてない。意図してないんだけど、たまたま、あれ考えてみたらこれってあの漬物を作る時のあの金の動きと似てるよねって例えば思うみたいな。だからあまり自分でより好みせずに、食わず嫌い食べずぐらいをせずに、いろいろなものを身につけていくと。 いいううこととが必要なんだろうと思いますですごいどうでもいいかもしれないけど一つやってきていてずっと今でもやってるのは僕本屋さん行くんですよねあの今あんまり行けないんだけどあのまあ今でも月に1回は必ず行くんですけど昔だともうちょっと頻繁に本屋行きましたと本屋さんに行った時に自分で本屋さんに入る前に右から3番目の棚の一番上の段の左から17番目の本って決めるんですよね。でそれを必ず買うんです でそうすると全然なんかマタニティのなんとかとか全然自分には直接関係ないような本のいっぱい当たるんですよこすると。でそれは一応読もうとします。読めない時もあります。全然こう興味をそそわない時はやめるんですけど。でもなんでそれしてるかというと自分の興味だけでやろうとすると偏っちゃうんですよね。だから乱数に任せるというか本棚の一番上の左から何番目って言ったら。 何が入っ、な、どんな本か全然分かんないですよ。で、そういったものを強制的に入れる。これは僕、自分としては、昔から貸している。より好み、あるいは食わず嫌いにならないようにするための方法だと思ってるんですよね。だから、まあ、そういったことは、いろいろ、それぞれの人工夫できると思いますけど。あの、どうやって、身につけてったらいいかって返して言ったら、もう、とにかく。あの、まずは好きなこと。興味あること。そういったところ、をとにかく、一つ一つやっていくと。 これがまた次の興味を起こして、また次の興味を起こしてというふうになると思うので、その辺についてはあまり考えないほうがいいんではないかと。僕自身はそんなに考えてやってきたつもりはないです。ありがとうございます。さあ、時間もしてきました。あと1名、2名です。挙手をお願いします。 2年6組の沢ですあのお話を聞いていろんなことに興味を持って調べてきたっていうのがあったんですけど今までの人生の中で自分の個性を身につけるときにこれが大きな転換になったなとかいう出来事ってありますかうん難しいいご質問ですね <laughs> あの転換になったというのが、まああの 当たるかどうか分かんないんですけどあの、まあ、やっぱり僕,僕にとってはやっぱりスティーブと一緒に仕事してた5年間というのが非常に大きい影響を持っていてあのた例えば製品をいろいろ作っていきますと。 まあ、いろんな製品を作ったりとかさっき言った iPod とか,とかいろんな製品作ったりあるいはあの前橋じゃないですけどこの間の東京に行くと銀座とか表参道とかありますけどもあの直営店は私のプロジェクトで、まあ、スティーブと私とで2人で毎週あのプロトタイプを作って、えーまあ、こ,ういうこういう大きいあの工場の跡地で借りて中に実物大のものを毎週作って。 あのそれをずずっっっっととレビューしててていうのを2人ずっとやってたんですねそれを1年半ぐらい繰り返してできたのがあの直営店という製品なんですけど例えばそれを作っていくときにドアのノブチタンでできてるんですけどドアのノブ作るのに多分30億円ぐらいは使ってるんですよね。で多分あの時に何個作ったか分かんないけどあの何百は作ってるんですほとんど同じですよ。 だだけど、パッと見て、あそこにのぶっていうふうにあったときに。それがいかに周りの、木の感じと、あるいは雰囲気からしたときに、邪魔にならず。だけど、あそこにドアの取っ手があるなということはわかり。かつ、それが変なふうに艶で光らずとかっていうことを、ずーっとやってったら、そうなっちゃったんですよね。追求し続けたんです。で、そういうのを、製品一つ一つ全部やってるんですね。それがアップルという会社なんです。で、その時に、一番。 彼がよく言っていて僕もなるほどなと思ってやっぱり一緒にずっと取り組み続けたのは作る側例えばこう iPhone なりこうパソコンなり作る側からするとこの色とか素材が作る方はすごくこだわるんですよね。だけど作ってこだわってみてもお客さんに市場に出した時にそんなにみんな気づかないよと別にその差わかんないよと言いがち。 ななんんでですすけどスティーブは逆なんですよね消費者あるいは人間はその微妙な差を理解してると分かっている感じ取ってるとただ感じ取ってるけどあこれは嫌だなとかって強く思うか思わないかとかあるいはこれって変だよとかあこれいいね言うか言わないかとは別に感じ取ってはいるとで人間は感じ取るんだと。 だからそこに対して手を抜いちゃいかんのだというだから追求するんだっていうことなんですよね。で彼はその会社のトップとして私で言えば今日本通信の社長という立場もあるし前橋工科大学の理事長という立場の経営者でもあるんだけれどもそこでやはり一番重要な会社のトップあるいは組織のトップとして一番大事だと思っているのは製品でありサービスでありそれをお客様に届けて。 そのお客様に届けたものを対価を受け取って事業、ビジネスは成り立っているんですね。すべての組織がそうです。例えば前橋の市役所というのもそうです。この間市長とも話しましたが、市役所は市役所で行政サービスでサービスやってるんですよね。高校でもそうです。高校という組織であれば皆さんに対して事業を行うというサービスを提供しているわけです。それによって対価を得て成り立っているというのがすべての組織に共通している。 その共通してる以上いかにいい素晴らしい製品サービスを提供し続けるかとその一点にフォーカスをするということなんですよねでその一点がきちっとできさえすればあとはどうにかなる逆の言い方をすればそのかわしそこに徹底してフォーカスをするということでこれは僕はあの、まあ、ある意味で言うとおもてなしということも近いと思ってるんですよね 今大切のお客様来ますと僕も仕事上そういううことありますそうしたときにそのお客様に対してどういうような食事だったりどういうような話をしてどういうことをしたらいいんだろうということがそこのサービスであったり製品だったりするんですよね。つまり相手がいて目の前のお客様だったりお客様だったりその相手の人がいたときにその人が。 感じ取れるそういったところに対してすごく満足をしていただくためにはやっぱりすごくエネルギーをそこに集中させないとできないんですよね。でその集中力であるとかそういった考え方でこの部分は僕がだから30代の後半に徹底してそこはまあ何て言うんだろうあのひつけられたところでそこについてはずっと変わってないんですよね。であえて今のご質問難しいご質問なんですが。 あえて言うとそういったところがあその後の僕としてのあの会社経営なりいろんなことをやっていく上で、えー、一番まあ自分のこう基本に置いているというのはそういったところになりますお答えになっているかどうかわからないですが答えとさせてくださいありがとうございましたそれでは質問はよろしいでしょうかどうしても聞きたいことがあれば 大竹先生どうぞ。本校教員の大竹と申します。本日は大変言葉、えー、話を聞けてありがたく思っております。えっ、ー、とデジタル化の進展ということで、えっ、ー、と個人的にあのこの話はすごいもともと私も興味を持っていて、まあ本を読んだり、あの YouTube で動画を見たりとかしているんですけども。 デジタル化の進展というものが行き着く先がどこかということを考えたときに、まあやはりシングルアイティというものが一つ避けられないのかなと思うんですが、えっ、ー、と、私は昔から、まあ子供のときから基本的にはこう世の中っていうのはこう歴史的には良くなっていくものだっていう歴史史観で暮らしていて、まあそれこそ IoT ですとか、まあ、DX ですとかも最初の頃はああいうものができるんだ、 なというふうに思ってはいたんですけども、やはりそのシンギュアリティが最終的に迎えて、迎える、まあ迎えないという学者もいますけども、が、まあ、あるというふうになったときに、どうしても私の中ではこうネガティブな方でしか捉えられなくてですね。なので、あの、まあそもそもまずシンギュアリティが来るのかどうかということが一つと、 あとはそれに対してどういうふうに気持ちといいますかあの迎えていけばいいのかということを教えていただければと思います大変難しいご質問いただきましてまあそのシングラリティつまり我々の人間の能力に対して人工知能がそれを超えてってしまうのかどうか超えるポイントその部分が来るかどうかとそういったポイントですよね今のご質問。で これはいろんな見解がありますいろんな見解があるんですが私は少なくとも私の世の中の平均寿命は例えば80何歳までというところの世界で言ったらシングュラリティは来ないと思っています。でまだ当分来ないだろうとで当分っていうのは相当当分来ないだろうと思っています。なぜかというとなぜかというと人間の脳の機能というのをずっと深掘りをしていく。 あちなみにこれは前橋工科大学にシステム生態工学科っていう学科があって脳の働きがどうなってるかっていうことを専門にやってる学科があってこれ実は全国で一つなんですシステム生態工学科っていうそういう分野をやってる大学は全国で一つしかなくてそれは前橋工科大学にありますあのちなみにもう一つ言っていくと生命ゲノム情報遺伝子情報を扱う 学科というのがあいわゆる生命情報学科というのがあるんですけどもこれは全国で4つしかないうちの一つが前橋工科大学です東大と京都ともう一つどっかちょっと名前忘れましたけどと前橋工科大学でそういったところで実はいろんな先生方とも議論するんですがあの人間の脳の頭の中ってシナプスでつながってますよねでそうしてった時に例えば私が漬物の話とえー さっきのコロナの話と船の操縦の話と全然違う分野のものが3つあるんですよね例えば。でそうした時にシナプスは化け学科学的なものなので隣にあったり近くにあったものを横につないじゃったりするんですよね。でその横につないでしまった時が新しいことの発見なんですね。で これをコンピューターで再現することが今できてないんですね。コンピューターの記憶というのは正確にこの記憶はこう、この記憶はこうっていうのが正確になっているので、それを混じらせる、ランダムに交わらせるということがないんです。で、これがコンピューターで再現できたらシンらラリティを超えられると思うんです。ところがじゃあそれを超える方法があるかと。例えば時々乱数を使って 例えば1から1万個まである情報のうち3番目と35番目と9,800番目の3つをつないでみたいなことを乱数を発生させたらいいんじゃないかという研究もされています。ただやっぱり乱数は乱数でしかないので人間の場合で言ったらこの情報の類はこの辺に脳の中のこの辺にあってでこの辺も違うこともこの辺にあってで近いから近くに保存してあったから その2つがごっちゃになるそれによって新しいことが生まれる人間のいわゆるクリエイティビティの本,本質ってやっぱりそこだと言われてるんですよねセレディピティとか言われてるやつですでそれを考えるとそれをコンピューターで再現するのは極めて難しくて今それができないと言われてますそれが一つ。だからもう一つは人間のあの神経のにまあ神経路って通信回路ですよね。 私の脳がこう指をこうすると言ったら曲がるわけです。そこへ神経が動いてるわけですね。で神経はネットワーク通信回線です。ところが人間の神経の通信速度をコンピューターはまだ作れてないです。コンピューターって我々は人工的に作れてないんですよね。でこの2つがどうにも今まだ目処が立ってないポイントが2つあってそれがある限り そそう簡単にはやっぱりそこを超えられないでしょうとで今シンギュラリティと言われているのは合理的な判断をしていくということについてもう決まった内容決まったことについて判断をするということをやるんだったらそれは超えると思います。ところが人間が持っている独自のものというのは今まで誰も発想していないことをいきなり誰かが発想するんですよね。 その発想ってどうやってやるかっていうと今のメカニズムだと言われてます。で、仮にそれが正しいとして、だとすると、今それを超えるシステム的にそれをやる方法が見つかってないという問題があって、そうなると、なかなかその俗に言う人間の能力を超えるというのは、人間のどの能力を超えるかによるんですけれども、合理的な判断を合理的にやりますという判断を超えるというのは、それはもうそれは時間の問題でそれはできると思います。ただ、 人間というものが持っている最大の特徴であるクリエイティビティとかということをシングラリティとしてそれをポイントとして超えるっていうのは今のところそれが超えると言っている学者は僕はいないんじゃないかと思うぐらい今そこはまだ相当高いハードルになっているというふうに理解をしております。<laughs> 答えになっていいるでででししょうか、はい、ありがとうござまます、はいえー、それでは時間になりましたので この後、本校生徒より謝辞を申し述べさせていただきます。代表生徒、お願いします。 生徒会長井上君お願いします。 えー、生徒会長3年5組の井上直樹です本日はこのような機会を設けていただき本当にありがとうございます本日お話しされたことはもともと僕もすごい興味があったのでとても面白くこれからいろんなことを考えていったりいろいろなことになぜということを問うて、えー、これからの学習などに生,きてき生かしていきたいと思いました 本日は本当にありがとうございましたそれでは同窓会より花束を贈呈させていただきます それでは以上で開校記念講演を終わりにいたします講師の先生が退場されます大きな拍手でお送りください